皆様こんにちは。声優名鑑のお時間です。声優名鑑のショートゆうです。このチャンネルでは声優の出演作品を網羅的にご紹介させていただきます。本日ご紹介する声優さんはこちらです。それでは声優名鑑始まります。ニュータイプが新たな人の形であるなら、それを見分ける力は今の人間にはないと思います。だから俺や彼女があなたが求める資質を持っているかどうかなんてわからないし、何が最善なのかもわかりません。でもそれでもその先にあるものを一人の人間として、人の持つ可能性を俺は信じたい。なんかすっきりした。点が線になった気がする。なんでヒーロー殺しがムカつくか、なんでお前が鬱陶しいか分かった気がする。全部オールマイトだ。そうか、そうだよな、結局そこにたどり着くんだ。何を悶々と考えていたんだろう俺は。こいつらがヘラヘラ笑って過ごしてるのもオールマイトがヘラヘラ笑ってるからだよな。あのゴミが救えなかった人間などいなかったかのようにヘラヘラ笑ってるからだよな。僕はね、感動したんだよ。君たちの絆を見て体が震えた。この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも君たちは僕に殺されるしかない。悲しいよね、そんなことになったら。でも一つだけ、それを回避する方法が一つだけある。君のその妹、君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば命だけは助けてあげる。世に時間がないのは承知であろう。自力で探すよりお主から聞きたいのだ。何言ってんの、やめて。そうよ、私は彼女の居場所を知ってる。拷問でも何でも自由にしたら。分かってるの。それが不可能なのはお互い十分分かっているはず。お主のオーラは今まで見た中で最も強く美しい。世にできるのはひたすら頼むことだけだ。言うわ。だけど一つ条件がある。私の能力であなたを、あなたたちを見届けていい。それで小麦に会えるなら是非もないこと。起きろ小麦、撃つぞ。はい、役立たず庭です。眠れ。鮭いくら、明太子。ぶっ飛べ。おい、どうした、一人か。元気ねえな。飯ちゃんと食ってるか。栄養の補給はしています。じゃあ仕事の失敗でもしたか。お前配達に戻ってこいよ。配達業務ではダメなのです。ドールの仕事にこだわんないで他の仕事探した方がいいんじゃねえの。はあ、俺も考えよう。ホッチンズのやつ今月給料ねえっつってたし、うちの会社やばいかもな。あ、いや待て、とりあえず意味がわからない。確かに昨夜はいろいろありすぎた。
僕もお前にもどう考えても普通じゃないことが起きた。それは間違いないか。私は交響曲第5番運命をスコアとして生まれたあなたのムジカートです。そしてあなたは私を指揮するコンダクターです。マエストロタクト。ムジカート、どうしてミサイルの発射実験をしていたの？もしかしてロケット本来の使用目的を知らないのか？宇宙に行くものでしょ。いや、戦略兵器だよ。核弾頭を連合王国に撃ち込む代わりに人間を搭載した船を宇宙に飛ばすのさ。宇宙飛行士というのは要するに人間ミサイルだ。冗談だよ。俺は宇宙へ飛ぶためだけにロケットを開発してほしいと願ってる。間違いない。あいつの魂はもう鬼神の卵だ。人間じゃない。人の道を外れす魂はいずれ鬼神へと変貌する恐れがある。死神様の名のもとに粛清、その魂を回収せよ。どうしたんだよマカ。あいつが人間じゃねえように俺だって武器だぜ。でも普段は人間の姿をしている。姿形が問題じゃねえ、問題なのは魂さ。違うぜホーキー、全然違う。俺がやらなきゃいけないんじゃないんだよ。これは俺がやりたいからやるんだ。ならばどうするというのだ。エネルギーがないなら持ってくればいいんだよ。リバイブのコアバイパスを解放、エネルギーの流出を許可。約束して、絶対に負けないって。もちろんだ。負けたら男じゃねえよ。じゃあ負けたら明日から女子の制服で通ってね。いいぜ。ありがとよ。略式を一曲限定モードで再起動する。もっとこう。うるさいな。あーやだやだ、金目が小獣人みたいな。昔はもっと可愛かったね。誰が可愛かったって？ああ、香織先生に恋心を抱いてた頃の要とか？いつの話してんだよ。いや、確かに俺は可愛かった。ですね。幼稚園の先生に恋しちゃうなんてちょっとおませなところもありつつ、純粋な瞳がキラキラしててさ。今このエリアは特殊フィールドを展開し、時間の進みを1万分の1にしてある。私、オービタルセブンの力です。この空間の中で動けるのはナンバーズを持っている者のみ。やはり貴様、ナンバーズを持っているな。ナンバーズ、まさかナンバーズハンター。ユーマ、この男は危険だ。逃げろ。逃げろったって。なんだこりゃ。このデュエルアンカーにより今から始まるデュエルの蹴りがつくまで、俺とお前は離れることはできない。何？つまり貴様がデュエルから逃げ出すことは不可能。狩らせてもらおう、ナンバーズを。俺は起き上がりを許すつもりはない。自分が人狼になってもだ。私はね、加害者になりたかったんですよ。式になりたかったのか。
セレスティスゼロ、開け帰国の門。ウロ旅人よ、その者の魂を、記憶を、存在を食い尽くせ。消えろゼロの名のもとに。仲の良いことだ。貴様は闇の中に囚われ、小娘は出口のない時間の中に。やめた。どうして。お前、あまたなんかのために死なすのは惜しいぜ。見かけめ、俺たちも行くぜ。力を貸せどん底女。このクソ男。あまた。ジェシカ、コグラ、お前。細けいことは後だ。お願い、一緒に守らせて。巫女の、この世界を。ジェシカ、ごめん。バカ、アマタ、ここはごめんじゃないでしょ。ありがとう、ジェシカ。たく、抜けた野郎だぜ。こんなどん底女泣かせやがって。博士さん、惚れた男をいらぬ危険に巻き込みたくないと、そう願うこと、どこが悪い。本当にまっすぐですね。馬鹿にしているのか。僕は愛花ちゃんの死は受け入れたつもりです。星野、だけど愛花ちゃんの死の必要性については、僕とは全く関係のないところでの愛花ちゃんの決断、僕の助けなど全く必要ないと、全てを自分で片付けた。それは違う。お前たちにはどうすることもできなかった。分かっています。あの娘はお前たちを思ってこそ。それは分かっています。だからこそ、博士さんだけじゃない、山本さん、羽村さん、純一郎さん、最初は敵だったサモンさんたちも、不思議な縁で出会って共同生活をして、いつしかとても関わりの強い大切な存在になっていった。もう僕は大切な人たちが大切なことを決めるその瞬間に関係のないところにいたくないんです。あるならきっと俺たちを守れる。あいつを探してみんなで釣ろう。オッケー、船は俺が出す。親父、大丈夫だよ。俺は釣り王子だぜ。うん、しびれるぜ。江ノ島を守れるのは俺たちしかいない。さくら、お兄ちゃんちょっと出てくるから。どこ行くの。大丈夫、すぐに戻る。マリコさん、さくらのこと頼みます。下がれ。ディオ・ウェインバーグの顔を見忘れてか。ディオ、フィオナ、無事だったか。やっぱりあのバリアンさんはディオだったのね。ああ、何をしている。お父様、お前のすべきことはこんなところで油を売ることではないはずだ。俺もいい加減こんな約束忘れちまった方がいいのかな。そんなことないよ。え、一条くん、誰かと約束したんでしょ。もしその人が一条くんと同じように約束を覚えてたら、きっとその人も悲しむよ。たとえそれが10年も前の子供の約束だとしても、その人にとっては大切かもしれないよ。小野寺、いや、まさか。あ、ごめん、変なこと言って。いやありがとな、なんか元気出たわ。
そうだよな。もし今後その子に会えても会えなくても俺にとって大事な約束なのは変わんねえ。大事に持っとくよ。中途半端なやつだから俺はオールさんか。ヒロシ？なる、やっぱり先生は才能あるぞ。何？ヒロシには分かったか？いや、よく分からんけど。なんかき、バラシじゃん。努力できるのが一番の才能だな。あ、ヒロシ、泣いちょらん？泣いてねえし。うそやん、絶対泣いちょる。大人くせ。うるさい、こっちみんな。いや、戻ったのかい、銀子さん。ああ、好機は手に入れた。早く飲め。薄毛に飲ませといてくれよ。俺はまた気が向いた時にするよ。山に君臨する気分ってのは随分といいもんらしいな。だが目を覚ませ。お前は意志すら持たねえ虫に踊らされてるだけだ。うるせえな。あんた自分の立場分かってんのか。薄毛の薬だけ置いてってやってくれよ。俺はな、もう二度とごめんなんだよ。親父がいた頃みてえに駆られるかもしれねえ側に戻るなんてな。闇に揺られ闇に消え、禁じられし刻意の波動。ブラックモンスターアイオン。やいアイオン、今俺が決める前に食い気味で入ってきやがったな。愚かなるか弱き小動物よ、我闇の太陽神の前では貴様の叫びなど塵に等しい。うっせえヘタレオン。ギンティ、レキムに任せておけばいいんだよ。ノーナさんだってそう言ってるんだからさ。うるせえな、こいつ見てるとイライラすんだよ。デキムの裁定に関して僕たちが口出すことじゃないよ。お客さん来るんでしょ、もう行こう。ち、分かったよ。クラビス、お客様。デキムは休みだって。じゃあねー。ピエナ国骨格騎士団筆頭ゴルドフアウォーダ、命を受け六花殺しを追っておりました。六花の紋章を手に入れたのは聖画の国にいた時です。姫と合流した私は他の勇者と合流すべく移動の途中、砦で結界の話を聞きました。砦を出発して間もなくアドレット・フレミーの両名と遭遇、以降は姫とアドレットの話した通りです。弱小医、シザースキ同士のエネルギーロスに気をつけろ。うわさ。ミラージ少尉、右後方の警戒が甘い。アラド隊長のフォローがなければ落とされていた。はい。以上だ、解散。ちょっと待てよ、呼び止めておいて俺には何にもなしかよ。論外だ、話をする価値もない。いや、一つ忠告しておこう。実戦ではためらうな、確実に敵を落とせ。この3回の戦闘でお前は敵の翼しか狙っていない。ミラージ少尉、お前もだ。ユリオ君、ちょっと。結果も聞かないで帰るの？聞かなくたってわかるだろ、あんな。ヤコフのとこで俺は続ける。じゃあな、ダスピダーニャ。そっか。勘違いするな、ファイナルで優勝するのは俺だから、そう言っとけ。どうしたマスター？先ほど連絡がありまして、赤川のマスター最後の一人がルーマニアに到着したようです。うん、となればあちらも動き出すな。ええ、これで始まります、私たちの戦争が。消えろクズが。
お前みたいに勘のいい奴は、今ここは危ない。早く帰れ。あの、ありがとうございま、どうしたんですか？お前は、イザベルに似てるな。そうだ、イザベル。傷が…強くならなきゃ。今日のイクヤすごく頑張ってるね。ああ、そろそろ終了だ。タクジー、クルタン、イクヤ、もう終われってさ。なんだよ。別に、もう少し泳いでく。おい、もっと僕が強くならないと。僕が春みたいに。あれ、イクヤの泳ぎ。体が重い。イクヤ、春。人を殺した。お前そんな、なんで平気な顔。撃たなきゃ俺がやられてたかもしれないし、兄さんがやられてたかもしれない。だからって。正論はいくらでも言える。善悪なんて強者の前には通用しない。兄さんのそばで兄さんのために生きるって決めた。今更誰に何を言われたって構わない。ただ、兄さんが俺のために払った犠牲を無駄にするのだけは許さない。もし秘密をバラしたらその時は。ブスッと行くぞ。残存する疑心兵の能力、弱点、潜伏場所、包み隠さず話すんだ。疑心兵の力に頼ったのは過ちだった。残さず消し去らなければならない。クロード・ウィザース、ケインの弟か。ああ、そうだ。僕は弟として奴を撃つ。どんなことをしてでも。教えろ。なぜ兄は僕たちを裏切った。一体兄は何を考えてる。何があったんだ。教えろ。教えるんだ。俺から教えられることは何もない。俺が知ってるのは終わらせ方だけだ。いいだろう。なら力ずくで吐かせてやる。すまないが、一旦服を。はい、こちら札幌北警察署。おまわりさん、家に暴漢が。いえ、暴れたのは私ですけど、とにかくもう寝るシャツの中を聞けというか。つまり、整理するとこういうことでしょうか。私が毎回酔って帰って寝転がっていたのは、開花のあなたの部屋の玄関先で、そ
んな私を毎回上まで背負って届けてくれてたのはあなたで、私を今に横たえて靴を揃えてくれてたのもあなただと。やりたくてやってたわけじゃないですよ。外にほっぽり出しても何度でも戻ってくるし、鍵をかければワンワン泣きわめいてドアを叩き続けるし、同棲してた彼しか誰かと間違ってるんだろうけど。じゃああれですかい、足は記憶を失うほど飲んで帰っても靴を揃えてからベッドに倒れ込む几帳面な性分どころの話じゃなくて、郊外レベルの破滅型だったってことですかい。マトリックスで目覚めたキアヌ・リーブスみたいな濃い演技はその辺にして、さっさと出てってくれませんかね。はじめまして姉さん。お父さんの隠し子。ちげえよ。私が誰かの隠し子？それもちげえよ。むしろお父さんが隠し子？なんであなたがそんなこと。あなた確かこの間テレビで最近何代目かを襲名したっていう歌舞伎役者のなんとかエモンさん。もっと頑張れよ。私とお父さんが本当の親子で安心した。そんな風に思ってたことあるんだ。だってお父さん優しすぎたから。人気者だな。あ、何が？鳥だよ。ああ、うん。勉強ができるってすごいよね。宮村さ。え、何？最近堀と仲いいよな。付き合ってんの？いや、まさかそんなアホな。だよな、お前と堀じゃなんか違うもんな。あ、うん、そうだよ。俺と堀さんじゃ釣り合わないし。釣り合わ、その、ああ、ああ。はっきり喋れや。珍しい二人ね。堀、早く行こう。ごめん。あ、石川君、堀さんのこと好きなんだ。どうしたの？なんかあった？なんでもないよ。そっか。じゃあ何も聞かない。今ちょっと楽になりたいだけ。南さんみたいな強い人でもそんなこと思うんだね。強くなんてないよ。南さんはありのままでいいと思うよ。それが簡単にできたらよかったんだけどね。簡単だよ。本当は簡単なんだよ。ごめん、ちょっと行かなきゃ。壁が消えていく。すごい。君、サイキック使うの上手ね。サイキック？さっき君が使ってた炎とかのこと。これからもノイズと戦わなきゃいけないし、君と組めてラッキーだったかも。私はミサキシキ。シキって呼んで。その手。ミッションの制限時間のカウントダウン、君の手のと一緒だよ。でもミッションクリアすれば消えるはずだから。名前は。俺はネク。名字？名前？サイキックはパートナーが知らないと使えないの。だから協力しよう。今回は104に行けばミッションクリアだよ。なんでそんなことしなくちゃならないんだ。見たでしょ、ノイズにやられて人が消えてくところ。私たち死神ゲームの参加者はこの7日間を生き抜かないと消滅する。おい、大丈夫か？どこがだよ。
あ、あ、もういいよ。応急手当てしたから落ち着いた。お前、名前は？朝自己紹介したのに。ああ。冬月花。花か。僕は七瀬俊一くんでしょ。なんで知ってんだよ。ずっと知ってたよ。今日が来る前からずっと。お前もおふくろさんと二人暮らしだ。こいつの気持ちはわかるだろう。誠、これは俺からの正式な依頼だ。北口スモークタワーをこの町から追い出せ。合法だろうが違法だろうが関係ない。ドラッグは G ボーイズの敵だ。相変わらずガキの涙に弱いんだな。お前ほどじゃない。さすがですね。あなたがそのような殺気を放つとは、なんと痛々しい。あなたほどに私の歩みに合わせてくれる騎士はいなかった。私たちは友だった。友だからこそ許せないことがある。貴公の振る舞いを王が許すというならば、私は貴公の屍を越えて我が王に問うまでのこと。ベディビエール教が今の王と対面するなど、これ以上悲しい話を私は知りません。スイッチオンワーガードラム。肉と骨の焼ける音、この匂い、なんという。この悲劇を終わらせましょう、我が友情にかけて。あの先生、お久しぶりです。そいつが新しい先生の助手ですか。ま、そんなところだ。知らない人って初めてだよ。僕はカジ、カジ良二。君の名前は？いや、なんか…みんな、お、ごめん。え、別にタクが謝ることじゃ。俺たちが言い出して、みんなに協力してもらってここまでやってきたのに、ナルセはそれを全部ぶち壊そうとしてる。それは本当にひどい裏切りだと思う。でも俺、それでもあんなに必死に喋ると腹痛くなるのに、無理してでも頑張ってたあいつを見てたから。だからやっぱりどうしてもあいつに舞台に立ってほしいんだ。お前、人間の子供だろ。ん？俺は人間に触れられると消えてしまう。人間にって、お兄さんは人間じゃないの？この森に住むものだ。え、じゃあ妖怪さん。でも消えるってどういうこと？あっ、えい、おっ、ないのね。子供を棒で殴るなんて。消えるってのは消滅するって意味だ。山神様がそういう術を俺にかけてる。人間に触れたら最後、それでおしまいだ。
おめでとう。このゲーム、君たちの勝ちでいいよ。約束よ、サキとレミーを返して。もちろん約束は守るよ。だけど、その前にもう一度だけ君に選択のチャンスをあげる。何のつもり？君がこの二人を本当に助けたいのなら、僕はこの世界から今すぐ消えよう。でも、あのレースをやり直すチャンスは永遠になくなるよ。二つに一つ。どうする、イスミちゃん？スパゲティ。そうよ、ミカちゃん、前に言ったじゃないか、炭水化物と脂質は食べないって。俺が食べるのは筋肉が喜ぶタンパク質だけだ。これがメニューだ。守ってくれなきゃ困る。これからずっと毎日これ？今晩友達みんなでカラオケの約束したけど。俺は行かないよ。朝4時起きで10キロ走るんだ。もう寝ないと。寝るってまだ夕方の7時だよ。あれ、お財布にお金がない。あ、そうだ、言うの忘れてた。ジムの売店でプロテイン安売りしててさ、2000g4800円、しかもチョコ味。安いだろ、タラコより絶対安い。だからちょっと5000円借りたよ。悪いな、明日必ず返すね。そろそろシャワー浴びて休まないと。今日はもう帰ってくれないか。ここ私のマンションだけど。ん？ああ、そうか、そうだったな。この5年間ずっと考えていたんだ、俺が生き残ってしまった意味、やるべきことを。マヤ、お前がそんな姿になったのも、全ての原因は俺にある。なら、ここでお前を倒すことが俺に課せられた贖罪だ。答えは空が見つけるよ。あいつは俺だから。そうだな。懐かしいな。記憶してるか、初めて会った時、お前に新しい名前がついた日。こうしてここから夕日を見たんだ。ああ、俺の故郷だ。みんな、アイネ、フィンツ、オレット、元気かな。また会いに行けばいいさ、答えを探しにな。うん、だからもう行かなくちゃ。空が待ってる。ああ、そうだな。やっぱこのアイスしょっぱいな。またな、相棒。まったく、呆れた連中だな。哀れっぽくため息をつくなら、やることをやってからにしろ。何はないだろう。俺を呼んだのはそっちじゃないのか。支配人代行は断ったと聞いた。さっさと帰るも。そうはいかん。この俺が一肌脱いでやる気になったんだからな。それは僕たちの問題符も、お前の助けなどいらない符も。それでこのざまだろうが。何？見ろ、ガン首揃えて何もできない。客も呼べず、資金も集まらず、ミスミス職場を失おうとしている。さっきあの天城企画の男が言っていたぞ、こんなパークに来る客は大バカだそうだ。正論じゃないか。こんな楽しさも興奮もない、ネタにさえならないダメ遊園地にわざわざ来る客なんだからな。さすがに俺も反論できなかったぞ。それでお前らと来たら何をやってる？なんと自己憐憫の残念会だ。なるほど、確かにこんな奴らに金を出すのはバカのやることだ。言わせておけば。自己紹介がまだだったな。
カニエ聖夜だ。ふん、お前らの声が聞こえるぞ。まずわかるのは、そう、お前らが俺のことを嫌いだということだな。どこの何様だ、こんな奴にパークを任せるって。あと3ヶ月で何ができるって言うんだ。まだあるな、俺たちのラティファ様があんな奴に。悔しい。不愉快だろ、ムカつくだろ。それでいい、俺はお前らに何かを懇願したりしない。独裁的にやってやる。逆らうなら今すぐクビだ。俺の指示通りに仕事をしろ。どうせ潰れるダメパークだ。やりたい放題やらせてもらう。だがお前らは必ず見ることになる。お前らが嫌いなどこぞのガキがこれから3ヶ月で奇跡を起こすのな。俺は25万人の客を呼ぶ。お前らの神が出した信託をこの俺が叶えてやる。うちのスパイカーに道を開けろ。ほんのわずか苛立ちと焦りを含んだほころびを待ってたよ。僕が牛若に勝てるわけないじゃん。ただ何本か止めてやろうと思ってるだけ。たかがブロック1本、たかが25点中の1点、たかが部活。もしもその瞬間が来たら、俺がお前がバレーにはまる瞬間だ。ちょっといいかね。何です？星野の試合やってるよ、応援せんのかね。先生はヒーローを信じます。ヒーロー？ピンチの時に必ず現れて、僕がどれだけ深くに閉じ込められてても助けに来てくれるヒーローです。君は信じるのか、ミスター月本、そのヒーローとかいうの。はい、もうずっと長いこと彼が来るのを待っています。そして今日彼は帰ってくる。彼？ヒーロー剣山、ヒーロー剣山、ヒーロー剣山。おかえりヒーロー。ご視聴いただきましてありがとうございました。